レアな場合としてこっちは綺麗に写ってる場合があるんですよ、レントゲンを撮っても。だけど座骨神経の症状が出てて座骨神経沿いに治療しても改善しない場合があるんですよ。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田圭太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整骨院、整体院、整形外科で痛みが改善していない、そんな患者さん向けに根本的に解決していくの動画になっていますので、ぜひ悩んでいる患者さんは見てください。松田さん、はいよ。なんか座骨神経痛で困ってる人多い割に治んない人も多すぎじゃないですか。最近座骨神経痛多いね。はい、打ち合わせなしで行くからさ。あ、企画の話か。何が来るんだろうみたいな。なんでなんですかね。あ、座骨神経痛、そもそもね、座骨神経痛って疾患だと思ってる人が多いんですけど、あれ症状名としてはつくんですけど、あれは疾患ではなくて症状名、症状の総称なんですよ、はいはいはい、結構ねこれ裏側で脊柱管狭窄症と座骨神経痛が一緒って言っても意味わかんないでしょ、はい、脊柱管狭窄症がヘルニアの中の一部だって言っても意味がわかんないでしょ、はい、でしょ。で、脊柱管狭窄症の症状の一つに座骨神経痛がある、意味わかんないでしょ、はい、でもこれ今のが全部正解というか考え方としてはそうなんですよ、はいはい、で意味わかんないでしょ。で、医療者も分かってないほぼほぼ分かってない方が多くて9割分かってないと思います。ってことはその治療してもらってる患者さんは9割以上はほぼ知らない、当たり前だって医療者の9割ぐらい知らないもんってあるんですよ。で、この座骨神経痛が治らないっていうとことか、座骨神経痛って言われてるの大丈夫ですかとか、脊柱管狭窄症って言われてるの大丈夫ですかとか、ヘルニアなんですけどとか言われるじゃないですか。じゃあまず見てみないと分かんないっていうのがよく私が言うことで、診断名は診断名、いわゆるこれはもう生理学的な病院の判断でやっていくこうですよねっていうものと、実際の症状、だから診断と症状ってこの2つをまず分けないといけないっていう話なんですよ。で、この辺の話からしていくと座骨神経痛で治らないが意味がちょっと分かってきて、でその中でも座骨神経痛の中でも結構レアなパターンがあるので、その辺知ると改善しやすいかもしれない、もしかしたら改善しない人は、はいはい、座骨神経痛の中にもすごいものがあるんですね。あります。ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。本当に今日ねまず見てもらってありがとうございます。気になるだけはい、本当に話してほしいんですけどね。本当にね、わかりました。まず座骨神経痛って何かっていう話をしていくと、これは疾患と症状で言うと症状の総称のことを言います。症状の総称で何かって言ったら、これありますよね、座骨神経痛っていうのはお尻から太もも足にかけて起きる痛みとしびれの総称のことを言います。だからお尻から太ももにかけて痛みがあります、あ、座骨神経の症状ですってね。なんで座骨神経ってそもそもここに走っている神経のことなんで、座骨神経沿いに起きている痛みとしびれのことを全部座骨神経痛って言うんですよ。ただ座骨神経ってこうやってきますけども、ここで脛骨神経と腓骨神経に分かれてって、まあ座骨神経からこういろんな神経に分かれていく。ただ座骨神経って何かって言ったら、この背骨の中走ってる脊柱管ってところに脊髄っていう脳みそからのでっかい神経走ってて、このちっちゃい神経が出てきますよ、ここから。これ椎間孔ってとこが出てきて、神経がこれ先っぽ、いわゆる足とか手に行くんですよ、これが。ちっちゃい神経になってね。で、座骨神経っていうのは、このちっちゃい神経が骨盤の中で固まるんですよ。固まるというか、全部くっつくの一回。くっついて、よし、このお尻のところを通っていこうって言って通って、通るために集まるんですよ。で、ここの全部ちっちゃいやつが集まって、で、このちっちゃいやつももちろん内臓行ったりとかお腹の筋肉に行ったりはするんだけど、集まるんですよ。集まって、よし、このちっちゃいところを通っていこうって、この骨盤の間を通ってくるんですよ。で、この集まって通る時に、集まって通る時の集合体が座骨神経なんですよ。で、座骨神経から下に行く時にいろんなもの、また神経に分かれてる。だからこのちっちゃいところをいろんな神経がバーって通ったら邪魔じゃないですか。だから一個に集合してるだけなんですよ。これが座骨神経。ということは、座骨神経って、いわゆるこの神経沿いに出てる症状であって、座骨神経の症状、大元たどると、この背骨のところに来るよって話ですね。であれば、じゃあ、ここの中で、例えば、背骨のこの椎間孔っていうこの出口のところで圧迫を受ければ、これ、座骨神経の症状が出ますよね。ここで圧迫受けて、足が痺れてますって、ここで神経が圧迫されてる可能性もあれば、ここで神経が圧迫されてる可能性もあれば、はたまたこの脊柱
中間っていうこの背骨の中でこの神経が圧迫されている場合もあるよねって話です。であれば脊柱管で起きた場合は脊柱管によって起きた座骨神経の症状、脊柱管狭窄症何かって言ったら背骨の脊柱管が狭くなってることによって起きてるのが脊柱管狭窄症で、狭くする原因が椎間板っていうこの背骨と背骨の間のクッション材、これが圧迫してしまっている可能性がある。こうなると脊柱管狭窄症の中のヘルニア、いわゆる椎間板によって圧迫されてます。だからヘルニアによって脊柱管狭窄症が起きてますよっていう症状。だからヘルニアも脊柱管狭窄症の座骨神経も同じように出てる場合、例えばですよ、一つ言うんだったら椎間板が後ろに後方に脱出して脊柱管を圧迫して座骨神経の症状が出てるって言ったら椎間板ヘルニアによる脊柱管が狭窄をされて座骨神経の症状が出てるっていう風にも言えるわけですよ。で病院では座骨神経の症状が出てるから座骨神経って診断されたり、脊柱管狭窄症ってレントゲンで見てなったり、なので MR 取ったら椎間板が破裂してる、後ろに脱出してるね、椎間板ヘルニアって診断されたりっていう風に診断名が出たり、症状名として疾患名のようにこう座骨神経痛ってついたりっていう話です。だから症状として座骨神経の症状出てても脊柱管狭窄症、ヘルニア、ここどこなの、異常筋なのっていう風になっちゃうので、まず来てくださいってなる。で、大体一般的に脊柱管狭窄症っていうと、梨状筋症候群っていうこの出口のところで圧迫されます。ここに対して治療するわけですね。で、めちゃくちゃレアな話にここから入っていきます。じゃあ、めちゃくちゃレアな話として何が起きてるかって言ったら、さっきのところにギューッと戻ってきて、もしかしたら座骨神経の症状って脊柱管狭窄症とか、椎間孔が出てくるところのヘルニアから起きてるかもよって話。で、大体レントゲンとか MRI 撮った時に、脊柱管狭窄症だねって時もあれば、椎間板が後ろに後方脱出してて神経根圧迫してますもあったりします。なので座骨神経痛って診断される前に、大体診断名、こちら診断なんで、レントゲン取って脊柱管狭窄症だねとか椎間板ヘルニアだねって診断されるんですけど、レアな場合としてこっちは綺麗に写ってる場合があるんですよ、レントゲンを取っても。だけど座骨神経の症状が出てて、梨状筋とか座骨神経沿いに治療しても改善しない場合があるんですよ。で、この時にうわーどうしようってなっちゃうんですけど、その場合はレントゲンが綺麗であったとしても、もしかしたら関節がこんな風に狭くしてしまってる場合、でこんな風に狭くしちゃうと、これ骨と骨の間から神経根って出てくるので、この神経根のところで神経が圧迫されることを根性って言うんですね。神経根、根性の座骨神経痛って言ったりします。だから座骨神経痛の中でも結構レアなんですけど、根性座骨神経痛ってやつあります。いわゆる椎間孔っていう神経が出てくるところで圧迫受けてる。これ何でが原因かって言ったら、ヘルニアでも脊柱管でもない場合であれば、この骨と骨の間からこれ出てくるわけね。で、どうなってるかって言ったら、神経自体がこの穴から出てくるんですよ、骨と骨の間で。曲がると広くなる、こんな風に反ると狭くなっちゃう穴が。なんで、何かって言ったら、腰が反りすぎてて、ヘルニアでもないし、脊柱管狭窄症でもないけど、根性、いわゆる椎間孔っていう、この場所で圧迫を受けて、座骨神経症状が出てる場合があります。大体座骨神経の症状は、梨状筋とか足で出てる場合が多いんですけど、この、いわゆる背骨のところ、腰が反りすぎて起きてる場合もあります。なんで、その場合は、こう圧迫してる場所を除圧してあげる。いわゆる背骨が反りすぎてる、だったりとか、背骨に圧が加えすぎてる、こっち側にね、っていうのを解除してあげる。っていうふうにしていくと、いわゆる根性の座骨神経痛が解除されて、座骨神経症状が改善されますよって場合があります。病院だと診断名がつかないってことですか？だってここ背骨のここの椎間孔って映らないんですよ。そう、 MRI ってどういう仕組みかって言ったら、水分量がどこが多いかっていう話なので、椎間孔がどんだけ開いてるのか、神経がどれだけ圧迫されてるかっていうのは MRI だと分かりますけど、 CT でも分かりますけど、そこで見てる人あんまりいないかな。で、 CTMRI はだいたい椎間板が後ろに後方に、いわゆる脊柱管に圧迫してないかだったりとか、脊柱管狭くなってないかっていうのを見ることが結構多いので、ここの椎間孔を圧迫してるはあんまり見れてる先生はいないかなと思います。なんでレントゲン撮っても分かるんですよ、 MRI もちゃんと見れば分かるんですけど、ここがどうこうって見てる先生はあんまりないんで、そうなってくると私たちが見ないといけなかった。だから腰が反りすぎてる場合とかで、座骨神経痛の症状があって病院では診断名がついていない。で、座骨神経痛ってつくっていうことは、脊柱管狭窄症とかヘルニアってものが診断ができなかった、もしくはレントゲン上綺麗だったっていう可能性があるんですよ。だからここの梨状筋じゃないかだったりとかで、シップとか痛み止めを出されることが多い。
ですけど、もしかしたらこのレントゲンとかには移りにくいこの椎間孔で圧迫する場合があるので、この根性坐骨神経痛の場合はぜひね、このいわゆる背骨のところの圧が加わりすぎてないかっていうのをチェックして治療していくといいです。で、なんでここに圧が加わるかって言ったら腰が反る。で、腰が反るのはだいたいこうやって歩くときにこうでバンバン床反力って言ってね、こんな風についた瞬間に上に上がってくるこの骨盤のいわゆる返し、足をついた時に上に返ってくるじゃないですか。これが強すぎて、いわゆる腰が反りすぎてしまっている場合があります。なので、ここは後ろに行かないように お腹の筋肉を鍛えてあげると、しっかり腰が反らなくなってきます。で、普通に腹筋をしたらいいよっていう腹筋やっちゃうと、これ上部鍛えちゃって、いわゆる猫背助長してしまいます。逆に反っちゃうので、上側の腹筋を鍛えるんじゃなくて、骨盤の下側、いわゆる下腹部のトレーニングしてあげないと、このいわゆる反りすぎって改善しないので、いわゆる最終的には運動療法をしっかり入れていくっていうことをしっかりしないといけないかな。で、うちの整体院とかだとこの運動療法をしっかりやっていくってことを中心に治療をやってて、まあいわゆる整体来てね、運動したくないよって人いるかもしれないけど、痛みって運動療法入れないと絶対改善しないと個人的には思っています。で、緩めるだけで改善しないんだったらこんなに痛みで悩んでる人いないから。で、緩めてるのも必要。でも緩めた後にちゃんと鍛えていく。で、そして動きまでつなげていく。うちはこれ MSM って言って、モビリティスタビリティムーブメントって言って、緩めて鍛えて、そして動きにつなげていくっていう入れ方の治療法をやってます。なんで本当にね、こう座骨神経痛診断されたけどどこ行っても改善しなかったりとか、シップ痛みで何かごまかしてるっていう人であれば、ぜひね整体院復活って私全国でもやっていますので、ぜひね概要欄の方にも整体院の情報貼ってますので、そちらの方をチェックして近くの店舗のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE の方で問い合わせしてもらって、ぜひ予約してみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりますけども、ちょっと大丈夫こんな感じで。はい、よくわかりました。ねえでしょ、はい、神回でしょ。そんなのがあるんですねって感じでした。だいぶスケさんもあれですね、上がってきましたね、知識がね。そうですね、少しずつ詳しくなってきました。その辺の生態史に多分知識深いと思いますよ。生態開いちゃおうかな。やめとけはい、ということで今日はねこれで終わりますけども、今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価コメントいただけるとすごく励みになりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。